シャルル・ルコックは、フランスのオペレッタ作曲家。パリ出身。1849年に、パリ音楽院への入学が許可されるが、すでに、クロート・ハダシのピアニストであった。音楽院では、ジャック・フロマンタル・アルビラに支持し、1850年に、火星で、主席、1852年には風ガで、第2位を獲得。 ジャック・オフェンバックが主催したオペレッタ作曲コンクールにおいて、ビゼイと第一位を分かち合ったことによって、最初の注目を集める。ルコックのオペレッタ、ミラクル博士、レ・ドックとア・ミラクルは、1857年にレ・ブッフ・パルジャンザで上演され、その後ルコックは、頻繁に、劇場作品を作曲し続けるが、1868年に、モモイにわたって、 連続公演が行われた、茶の花フルールで手までは、特筆に値する作品は作曲していない。100人の乙女レセント・ビエルジアも、好意を持って迎えられたが、アンゴ夫人の娘ラフィーユでマダム・アンゴーが400日間連続公演が行われると、それまでの成功をすっかりかすめてしまった。それ以来この作品は、非常な人気を保っている。1873年よりルコックは、 大量のコミックオペラを作曲するが、暗号夫人の娘の人気に匹敵するほどの作品を作ることはできなかった。ルコックのコミックオペラのうちで最も出来が良いのは以下の作品である。1899年には、バレエ音楽、白鳥レシーニュがパリのオペライコールコミック座で、1903年には、イェッタイエタがブリュッセルで上演されている。日本では暗号夫人の娘が、 浅草オペラのレパートリーに入っていた。ありがとうございます。